ははいこんにちは七尾です今回はですね、えー、私が申請した、えー、持続化給付金の申請に対して、えー、事務局から申請不備のメールが届いたお話です、えー、私も個人事業主として、えー、まともに景気の影響を受けていますので持続化給付金を申請しました私はですね今の商売をして 税務署へ開業届と青色申告届を提出して商売を始めて数年が経過していますそしてですね毎年確定申告の時には提出用と控えの2組を作成して税務署へ足を運んで提出していますその際にですね必ず控えの申告書類に税務署の印をもらい持ち帰ることにしておりますこれはですね 長いこと商売をしていると、商売上何かの申請とか補助を受けるときに、必ず税務署の因のある確定申告書の控えが必要になるからです。官暦前まで生きているとね、そういうことを経験しているので、今回も税務署の因のある確定申告書、決算書の控えが役に立ちました。あとはね、売上台帳は普段 Excel で作成していますので、 今回の提出用に Excel をまとめて PDF にしました。通帳の控えは、普段使っている金融機関は通帳レスなので、ちょっと通帳がないんですね。あまり使っていない信用金庫が通帳ごと残っていましたので、それを使うことにしました。後からしたんですけども、通帳レスの場合は、口座情報のハードコピーとか、ネットバンクならキャッシュカードに 口座情報が記載されているのでそれを社名にとって届けてもいいらしいですねそして本人確認書類にはマイナンバーカードなら表面だけでいいということなのでマイナンバーカードにしました運転免許証はね表裏の2面となっていたんですけども結局表面だけで支給された方が大勢おられるようですで私はここで痛恨のミスをしました マイナンバーカードの、ね、表裏を逆に理解していたんですね。マイナンバーカーカドというぐらいですのでマイナンバーが記載された方がてっきり表だと勘違いしていました、えー、実は逆だったんですね、えーまあ、この辺りがポンコツがポポンンココツツたるゆえんで,すで事務局からね、えー、添付書類不備のメールが届きマイページを開いたら、えー「本人確認書類に不備があります」と「修正してくださいと」と、えー、記載されていました。 で、えー、ですので今度はね、ちゃんと確認してマイナンバーカーカドの正しししししい表面を添付して、えー、申請し直しました。なおその時にね、えー、申請書類は不備があった添付書類は消されていまして、えー、その他の記入事項とかね、添付書類は初回の申請時そのままの状態で保存されていましたまあ、いうことでしたけどね、逆に考えたらね、本人確認書類以外は全て合っているで 全部 OK ということなので、えー、本人確認書類が、えー、確認できれば、えー、支給しますよっていうことになりますね。まあ、逆に言うと、不備のメールが届いたおかげで、逆に不支給ではないということが、えー、分かりました。まあ、少しね気が楽になりました。また再申請いうことになったので、また2週間かかるかもしれませんけど、まあ、気楽に入金を待ちたいと思います。では今回はですね、えー、持続化給付金事務局から不備の、 メールが届いたお話でした。ご視聴ありがとうございました。